現在政策論の2ですね、えーとあのまあ、非常に重要なのがあるわけですね。まあ現代の日本人というのは全てにおいてその決めることができなくなってしまったので、えーまあ、本当につまままらなないいことででもまだ決まってないわけですね、まあ、私がもうしょっちゅう最近言ってるんですが、えー、中国が海洋にプラスチックを捨てて海洋が汚れてるので海が汚れてるので、えー、日本人のレジ袋を有料にしようなんていうですねそういう あのレベルの話しかないという論理的にもおかしいし何も前進もしないというそういうことだけにまあ今なってしまってるわけですねまあ、NHK を国民から守る党っていうのを一時期取りましたけれども結局 NHK がなぜ嘘をつくのかというと例えば財務省がえ日本人一人当たり810万円の借金があるとこれは借金があるんじゃなくて預金があるわけですけども まあ消費税を取るためにまあそういう言い方をしたと財務省がそれをそのまま NHK が報道すると年金も厚生労働省が100年年金は大丈夫だと言ったとそれはもうその当時から間違いがあることは分かってたのに NHK がそのまま報道するというそういうのがですねそれの一番大きなやつが憲法9条でこれは前回話しましたので今回はそれにちょっと関係するんですが。 ええー、日本は独立国ではないということなんですねまだそれは一つは北朝鮮の拉致問題で明らかになったように日本人が日本の国土から拉致されてるのを防ぐことができないなぜできないのかというと日本は独立国じゃないからもう拉致されていてもいいじゃないかっていうのが現実にそういう動きがあってあれはもうダメだったわけですねそれと同じことが1985年のですから北朝鮮の拉致が起こったすぐ後に起こったテヘランの 日本人救出の問題ですね。何しろ世界各国で日本以外の国が全部その国の飛行機が行ってその国の人を助けてきたわけです。当たり前ですよね。だって外国の人が外国に行ってる人が危険に陥したらその国が行くわけですから。それも軍隊が行ったんじゃなくて、えー、民間の航空機。その例えばフランスだったらエアフランスとかそういうあの代表とされる、えー、その。 フラッグシップって言うううんでですすけけどそういうのが行くわけですよねところが1985年にまず日航機が行,く行こうとしたら反対が2つあったわけですよ。まあ、日本の左翼を中心としてまず救出に行くパイロットが危険にさらさらじゃないか何言ってんの? <laughs>」ってあの兵士とかそういうのは全部自分の身を犠牲にして警察官でもそうですよ消防士だってそうなんです。危険のないことだけをやる ことなんてできないんですよ火事が起これば突入しなきゃいけないしそれから、えー、人質の救出には頑張って命をかけて警察官が突入するわけですよそれをね日航機のパイロットを危険にさらすからって反対したやつがいるんですよそれからもう一つは憲法9条の問題で、えー、その外国に えー、日航機を派遣するのはおかしいっていうのがいたんですよ。また朝日新聞なんか中心としてですね。結局、日本人を誰が救ったかったらトルコ航空が救ったんですからね。えー、まあ、日本日本人がかつて明治時代にトルコを救ったんでえー、トルコがその恩返しに救ったんですけども、本当にこう。何ていうか、恥ずかしい思い通り過ぎてるとまあ、日本の。 まあ左翼を中心としたリベラルという人たちがどんなにおかしいのかということですよね、まあ、結局その人たちが選んでるのは日本にアメリカ軍が駐留してる,してるだからアメリカ軍が駐留してしかも第一軍ですからねしかも東京の横にうんその立川基地と横,横,横須賀ですから、まあ、日本って完全に抑えられてるわけですよ。でこれははアメリカの希望じゃないんです実は まあ最近よくトランプ大統領も言ってるけども日本が自分で国を守るとアメリカと協定を結ぶとそういうんであればいいって言ってるのにもかかわらずそうするとどういう意見が出てくるかっていうとですねこれも呆れ果てちゃうんですけどお金がいるって言うんですよそれは独立国であれば独立を保つために軍隊が必要でありその軍隊ははどうしたってお金はいるんです日本はですね防衛国なんですね。 それで鉄板なら鉄板とか石油を輸入してそれでトヨタ自動車が自動車を作ってそれでそれを輸出して我々が豊かな生活をしてるわけですね。あのえー、地球全世界全体の海洋の貿易船の15%が日本の貿易船だった今ちょっと減ってますけどね10%ぐらいにいずれにしても非常に多くの貿易船が日本の貿易船が通ってるんですよ。その貿易船を今まで誰が警護してたかったアメリカ海軍なんですよね。 でまあ、ごく最近っていうかまあちょっと前に自衛隊も警護できるようにはなったんですけど非常に不完全なんです。だからこの前のようにホルムズ海峡で安倍さんがイランに行ってる安倍首相がイランに行ってる時に海賊が日本のタンカーを襲撃した防げないんですよ。<laughs> あのねその首相が行ってる時にその横で日本。 のタンカーが攻撃する。日本だけなんですよタンカー攻撃されたのなぜかったら日本は守らない国なんですよ世界で一つだけなんです <laughs> だからそれでタンカーが燃えてもですねまあ日本人はしょうがないしょうがないというわけですね北方四島もそうなんですね北方四島の要求なんていうのは日本は一回もしたことないんですよ本当は、えー、羽生前志子丹は北海道の地形ですから北海道の島ですからこれは 返還というか、むしろ、もともと日本の領土で、千島列島とは別ですからね。ですから、これはもう交渉なんです。交渉というか、交渉を成立するんですね。ところが、あの、国後エトロフというのは、あれ、千島列島ですから。日本はもともと国後エトロフは、あの、千島列島で戦争に負けたから。放棄してるって言ってるんですけどね。それでも、四島返還者が出てくるんですよ。こういうふうに、もう、むちゃくちゃなんですね。つまり、その。 日日本本人が日本の国土から拉致される北朝鮮にそれを防げないそれから今度はテーランから日航機が救出しようと思うと日航機のパイロットが危なしじゃいかんっていうとんでもない話が出てくるともう警察官も消防士もやめたらっていう感じになるそれから四島ではクナシルレートルフの問題がありかつ日本の船を誰も警護し,警護しないとまあ今のやつだとですね一応ですね自衛隊がついていけることはついていけるんですが 日本の船が襲われるとじゃなくて横にいたフランスの船が襲われたらそれ助けられないって言うんですよ。こんなことはもう海洋では恥中の恥なんですね。海っていうのは警察官がいないので救出はもう国際的な義務なんですね。絶対にえっ、ー、と日本人だけ助けるなんてしちゃいけないんですよ。それはもう昔から日本はもうむしろ 戦闘機ってやってたんですね。まあ、有名な事件がいっぱいあるんです。あの皆さんご存知ないんですけど、えー、地中海で遭難した時に日本のやっぱり海軍が昔救出したんですよ。これはイギリスの議会でみんなで拍手が開いたぐらいなんです。それから、えー、フィリピンの南で、えー、これは戦争中ですけど、あのイギリス軍の船が沈んだ時に。 えー、日本軍が来たんでみんなが殺されると思ったら実は救出してくれたわけですね、まあ、そういうそれからトルコの船はもちろん和歌山沖で救ったわけですよ戦前の日本っていうのは本当に国際的ににも模範になるぐらいだったんですそれがもう模範どころかもうすっかり戦争で駄目になりましてね、えー、日本は独立国になってないんですでチャンスがたびたび訪れるんですよ今度のトランプ大統領みたいに。 安保条約を改正して総務,総務的にしてそれで米軍が日本からあの下がるとそうすると日本だとですね大体10兆円軍事費がいるんですよそうすると今の5兆円から5兆円増えますでしょそうするとねお金がかかるから嫌だって言うんですよな僕なんかなんだって言うんですよねそ,そういうことってあり得るのかと犯罪を少なくして警察官を減らすってのはいいけど。 犯罪が続いてみんなが殺されたのに警察官減らすなんてそんなことできないんですよね。ってそうなんですよ。それは我々が日本国の中で生きていく上で必要なんですね。船の警護の問題が非常にその明らかだしテヘランの日本人の脱出まあ北朝鮮の拉致まあやっぱりね僕はあのもう少しこうプライドがあるっていうのが人間。 人人間としてのの日本人っていうのがですねやっぱり必要なんじゃないか本当にこうあまりにもこう戦争の痛手をまだ引きずっていてまあ左翼のリベラルはいけないんですけどねそれからまあ東大を中心としたインテリの知識人たちがまあその何ですか論理性を放棄してプライドも放棄しているとこれをやっぱり早く直さないことにはまあ政策の基本が成り立たないと 私は思います。